イフラームとは、巡礼する際にムスリム、ムスリマが整えておくべき状態を指すイスラーム教の、用語。イフラーム布という縫い目のない2枚の白布を身にまとう、ことでその状態にあることが示される。イフラームだけで、イフラーム布を指す場合もある。イフラーム布は、ミーカートという、定められた場所で着替える。空路で巡礼に赴く場合は、出発地の空港の指定場所で着替えてから、 飛行機に登場する。女性は、イフラーム布への,の行為は求められていないが、顔以外は全て隠さなければならない。上撃線の区別なく、等しく、イフラーム布に着替えることは、全てのムスリムは、神の前に平等であることを示す。なお、イフラームの状態にある間は物意味であり、様々な制約がある。イフラームの間は、結び目を作ったり縫い目のあるものを身につけてはならない。 サンダルにも縫い目があってはならず、足首と足の甲部を露出させなければならない。強派によっては足の甲もはっきり見せることが求められる。さらに、体やイフラーム布に香料をつけることも許されない。汚れた素材で作られたイフラーム布をまとったり、イフラーム布を汚してもならず、もし汚した場合は、新しいイフラーム布に着替えなければならない。さもなければ、そのうむら、 または、恥は正しいものと認められない。女性は、イフラーム布に着替えなくても良いが、顔を隠すことは禁じられる。このため、ブルカやニカブのように顔の全体あるいは大部分を隠す、衣服は許されない。ただし、頭髪は隠さなければならないので、ヒジャブやデューパッタは必須である。また、巡礼中は性による区別はなく、モスクとは異なり男女が、同じ戦場で共に祈る。 これは、裁きの日には、男女の別なく裁きの列に並ぶことを思い起こさせるためである。男性は、普段の礼拝時と同様に清潔にしなければならない。ただし、爪を切ったり、髪や髭を整えたりすることは控えるべきであるとされる。また、消臭剤を含む、わずかな匂いも身に帯びではならない。イフラームに入る際に頭髪を剃る者もいるが、 髪や髭を整えるのを控えるべきとの考えに従い、ハッチ、または、うむらから戻るまで剃るのを控えるものが大半である。女性も清潔にすべきとされている。巡礼中の性行為や喫煙、悪態などは禁じられている。その他、普段禁じられている行為に加え、動物を殺すことや、冒頭的な言葉を口にすること、口論や喧嘩、もろもろの誓いを立てることも禁じられる。 また、男性は女性を見ることを控えなければならない。女性は目立つ格好をすることを厳に慎むべきとされ、化粧をしたり、香水や化粧品を使うことは固く禁じられる。香料入りの石鹸を使用することも許されないが、巡礼中は無香料石鹸は使っても良い。巡礼中は、軽薄さ、欧平さ、粗暴さは日常生活とともに脇に置き、勉学やビジネス、さらには、 世俗の人間関係を忘れ、神のみに意識を向けるべきとされる。出発便と合わせて、イフラームへの行為室の場所を示す案内表示。ヨルダンのクイーンアリア国際空港。遠隔地のムスリムが巡礼に赴く場合、飛行機を利用することになる。この場合には、出発地の空港で登場する際にイフラーム布に行為すべきとされる。このため、イスラム教国の空港には、 ミーカートとして扱われる、イフラームヌの絵の行為スペースが設けられているところがある。ザムスリムウーマン、ルーリングスザット、アプライオンリーツーウィメンデューリングホッチ、イスロンカ、インフォ。イスロンカ、インフォ。2015年7月22日閲覧。メムウィメンプレイングインザセームラインデーリングホッチ。ONISLAM.net。2015年7月22日閲覧。 アイラム、h-a-j-j-u-m-r-a-h-p-l-a-n-n-e-r.com。2017年9月26日閲覧。ある、ガザリ、ザ・ポイント・オブ・アイラム・フォーエア・トラベラーズ。ザ・メッセージ・オブ・イスラーム。2016年6月12日、閲覧。ありがとうございます。